皆さんこんにちは。はい、こんにちは。WM チャンネルの山根です。野村です。今回ですね、はい、福島県浅川町。はい、浅川町ですね。はい、来ております。はい、そこの、五智如来っていうね、うん、坊主っていうか、七人坊主って言われる、七人坊主、ね、その石像があるんですけど、はい、追事の森っていう森があって、うん、その大杉に囲まれた林の中にある7体の石仏らしいんですね。見てみたいですね、それは。はい、それ五智如来っていうらしいんですよ。うん、で別名七人坊主、七人坊主っつみたいですね。なんでまあちょこっとね、うん、行って、そうですね、見ていきましょうか。はい、はい、じゃあ行きます。行きます。はい、ここが入り口。はい、炊事の森五智如来。はい、これより200メーターということで、200メーター歩きます。ただ、まあ、細いですけど。そうだね、ここは200メーターあるって言った先に、はい、多分七人のね、お坊さんとか、はい、お坊さんっていうか石像、はい、あるんではないのかなと。そうですね、よろしくお願いします。探検しましょう。はい、じゃあ行きます、はい、これは杉、杉だね。いきなり雰囲気が変わったんだけど。ガラリと変わるね、いきなり。なんか本当にガラリと変わるね。これはちょっと神聖になってきたんじゃない？ああ突然火も落ちかけてますからね。そうだね、なかなか神聖、神聖っつうかね。でもすぐ着くはずなんで、うん、あ、なんかあるよ、ある、うん、じゃあ行きましょう。はい、はい、あ、ご注意ないですね。水地の森に、はい、ここから入っています。さらに、あ、いらっしゃる、あ、もういるじゃん、目の前に。いらっしゃるね。行きましょう。はい。はい、来ましたね。すごくない？こっちに。ここに説明が書いてあります。はい。ここちょっとね、神聖。はい。聖徳5年 ?1715 年。4月15日に建立だって。ちょっとね、神聖な場所っすね、ここ。金子、うん、六右衛門氏夫婦の遺体だって。この下に眠ってるんだってよ。あ、で供養塔が安置されてるって。へえ。でこちらなんですけど、はい、じゃあすいません、失礼します。あ、本当お墓的な、お墓のような感じだね。ここはねちょっと神聖です。でこの下に多分ご遺体があるっていう感じなのかな。そうですね、文化財なんで浅川町よね、うん、やっぱ誰かが、あの花が、新しい芽の花があるってことはやっぱ誰かがやってくれてるんだろうね。そうですね、お線香も上がってますね。じゃあそうですね、ちょっと手だけ合わさせてもらってですね。そうですね、はい、じゃあなんか今手も挨拶させてもらったんでね。はい、戻りますか。戻りますか。はい、結構ね神聖の場所なんで、ほんとほんとだよね。杉に囲まれてるからね、周りがね、ほんとに山の中にあるっていう感じだね。山の中ではないんだけど、山の中にあるような感じがする。ほんとにそうだね。ありがとうございました。じゃあありがとうございました、はい、じゃあ安らかに。はい、やね、はい、行ってきました。行きましたね。とても神聖な場所でした。神聖ね、うん、あの杉に囲まれた感じの雰囲気はなかなかのもんだよね。ほんとね、この普通に道路からちょっと歩いただけでいきなり、うん、雰囲気変わりましたね。ほんと森の中にいるような感じでね。そうだね、うん、で七人のお坊さんも、お坊さんっていうかかっこよかったよね。うん、すごい石像、石像、うん、ね、すごかった。はい、でも皆さんもぜひ気になる方いらっしゃいましたら、はい、はい、入れてください。ご視聴ありがとうございました。はい、じゃあ次の動画でお会いしましょう。では。